まだ隠してそうなサイゲに対するみんなの反応。まだ隠してるだろ。ドバドバドバ桜千歳王、ジェニュイン、お重長さん。パンドラで今年は打ち止めじゃなかったことに驚いている。なんで3人も出てるんだ？コツコツ発表しないで一気に発表しようとするととんでもない数になるってことだね。このタイミングでシルク解禁情報を出すってことはもっとでかい玉があるってことになるもんな。サイゲくん周年3ヶ月前からギアちょっと上げてきてない？ 4 周年まで持つ？これを1年前に言ってたら周年で泡吹いたんだよな。なんなら白馬や周年の旅に行って毎回こやたまらんされてる。3周年の時に発表された馬娘の数よりも、それ以降に発表された馬娘の数の方が多くね？アニメ3期控えてたし仕方ない。新馬娘発表しないから許可が取れてないと言われていた時代が懐かしい。4周年にヤバい爆弾を仕込んでそうだな。金子馬かステゴかジャスタウェイかアーモンドアイか。これだけ実装されたけどまだまだ人気な馬も実力馬もいるからワクワクが止まらん。なんならまだ海外馬という未開拓の畑もあるからなもんじゅういるけど。海外トレセン編でまたもう一山よ。競馬の歴史が現行で続いてるからまだまだ未来のスターホースが生まれるぞ。ウオードウデュース実装、ジェルビニア実装、レモンポップ実装、がいつかの未来にありうる。今回はブラストワンピースだけだったが月曜に桜千歳王が出てくるのはほぼ確定したからまた増えるのである。去年か一昨年の祭りはやばかったね。実は大盤振る舞い隠してるだろ。バカライブのノーザンホースパークロケでバーミリアンが出てきたのを忘れてはおるまいな。バーミリアン来てほしいよね。まずダート組がシンプルに追加ほしい。バーは連れてくる相方が来たらお祭り騒ぎすぎてやばいから今言えないのは仕方ない。あとノーザンホースパークだとジャガーメールとかありそうよね。バーミリアン、金引きり、シーキングザダイヤージュディミツオー、フリオーソ、うんこれがロードマップだな。実装ウマ娘が初代ポケモンの数を超える日もそう遠くないな。ウマ娘1期やってた時にダービー出てた馬が出るってあの時の自分に言いたい。ネオユニの初代解禁からとんでもねえことになった、初代系ガンガン出てくる。残るは G1 レーシングだよね。G1 レーシングで目星いところだとペルシアンナイト、ルヴァンスレイブ、セリフォスあたりか。この中だとペルシアンナイトが既存キャラと比較的絡みを作りやすいかな。ダート欲しいからルヴァンスで。牝馬だとジュールポレイルがいるか、一番欲しいのはルヴァン。ルヴァンが来るならオメパと中和とクリソベリルも欲しいですね。アッパルクトスは馬主さんノリノリだったからもう許可取ってるんでしょ知ってる。知ってるか、まだ年末スペシャルを残してるんだぜ。しかも3ヶ月後には4周年だ、もう何が来てもおかしくない。サイゲディー、あ、やべ、さ。ウオーディーマジェスティ、ディープボンド馬娘か。来るか、プスカくん。前にちょっと高く飛んだ時に出てきたもの。ダム決壊。この後にドリームジャーニーとかいうでかいの出してきたついでのごとく落ちてきたのがブエナビスタなの狂ってるのでは。やっぱ9人一気は頭おかしいよ。小出しにするつもりの調味料がしけって塊が振動でボロンした感じある。この中で育成実装されてるのがまだ2人しかいないの残弾増えすぎてしば。のほほんとした金曜午後にぶち込まれたシーザリオもあるから油断できない。こんな平日にこんなビッグネーム出して周年どうするんだよ。って頭抱えたら周年パカライブでさらに頭抱えた。ジャスタウェイだけでも1年は耐えられるからじっくり出してくれ。キャラ順はバブルの隣なんだねブラワン、マジ最近交渉したのか。サイゲスマンちょっと重すぎて飛べないわ。あんな告知したってことは千歳王ほぼ確ってことでいいよな？な？かかり。ノーザン解禁の後にそれなりの数が来たからシルク馬も後に3人いてもおかしくないよね。少なくても休館馬は確定してるし。サイゲだって前にそんだけ通って失望させちゃったから。ノーザンと庭先取引するまで信頼築いた藤田社長に感謝。社大グループの馬娘が次から次へと押し寄せてきてます。シルクは来ないおじさんどこ行った？さっき親指立てながら読みへと走り去っていったよ。サイゲは早く踏み切ってジャンプして。
17世代から19世代でいい感じで連れてこよう。キャラ的にいい感じが多すぎる。まだフォーエバーヤングは確実に隠してるから。発表してくれるのは嬉しいし未来に希望が持てる。ただ焦らされるのはしんどいはしんどい。今年だけで発表された新ウマ娘、名前出したジェニュインとステイゴールドも入れて24人もおってくさ。去年の今頃これウマ娘の数足りんの？って言われてたのが嘘みたいだな。名前が明かされてないだけでスタブロでもう一人来るのがほぼ確っぽいんだよな。会社の人で顔と名前一致しない人いっぱいいるのに、ウマ娘122人の顔と名前は一致するんだよな。まだ初代ポケモンの数に届いてないから余裕余裕。まあ来年には抜かされてもおかしくないんですけど。サイゲくん来年の周年に向けて着々と銃弾装填むしろミサイル発射準備してそう。とりあえず 2020JC の再現を従ってることはなんとなくわかった。ゲームじゃないけどサイピクが来年3作もアニメ手掛けるんだよな。毎度クオリティは高いし楽しみではある。メインストーリー2部での匂わせもあって、シルク解禁でアーモンドアイは 99% 許可取れてるのも明らかだからな。ブラピは並び順も一番下だしかなり急ぎだったと思うぞ。RRC の絡みでその前の発表を依頼されたんじゃないか？ジャスタウェイはいつ？実際許可もらってキャラデザはもう出来上がってるのは結構いそう。だけど実装可能段階になるまでの期間を考えるとすぐ発表はできないんだろうな。タクトみたく長く待たされるのも嫌だし今みたいに小出し時々ぶっぱってパターンがちょうどいいかもね。最下しょうがないなぁ、やるか、戦国時代名馬編。ウマ娘を50年もののコンテンツにしようとでも言うのか。ディープインパクトは相当時期を読んでるだろうな。もう声優の方が足りないだろ。正直それはある、かといってここまで来たら倹約はないだろう。銀河声優伝説声優足りないなら、役者連れてくればええんやで。サイゲの親御さん競争馬買うから金いるんだよ。メロディーレインとかユーロリカは確定のお嬢様。きちんと計画されて、ちゃんと売れて、しっかり継続してる近年稀に見る量コンテンツだと思う。願わくば100年先まで続いて歴史の域承認になりてぇな。新参を出そう、私を超えるものはオルカー的なので。70年代より古いのが来たらびっくりするな。パカライブでのハテナハテナハテナから発表がドリジェとブラワンだから、次の同じ形式の発表は、そう、メイケイエールちゃんだ。サイゲ、交渉頑張りました。DM プリキュア実装。なんならプリキュアコラボと一緒に来そう。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。